の軍人。字は、外資。新朝の北洋艦隊の高級将校であり、左翼総兵と当時最新鋭の鎮炎の艦長を兼ねていた。1894年の日清戦争での公開海,海戦の後、入港する鎮炎が座礁したことの責任を取って、自殺した。林康子は、福建将校関係の人で、祖父は、林即女の弟であり、 林即女の娘を妻とした、陳茂美来は登園に当たった。両親は幼いうちに亡くなったため、幼少期の林康子は亡くなった兄の妻に頼っていた。1867年、林康子は陳茂美来が作った、復権先生学堂に第一期生として入学し、ここで船の操縦方法を学んだ。 1871年に卒業すると練習戦、権威に乗り組んで各地に練習公開を行い、1874年には、権威の一等公開医師に任命された。翌年、復権戦声学堂の主任教官のプロスパー・マリー、ジケルに随伴してヨーロッパを歴訪し、イギリスでは海軍の軍艦学校にも入学している。この時の留学は、ごく短期間で、 ジケルが中国に戻る時に一旦は帰国したが、すぐに、正式な留学生として、改めて都営した。1879年に帰国すると、遊撃に昇進した。1880年に北洋に転属となると、まず奉還、鎮税の艦長に任命される。その後、イギリス製の心臓防護巡洋艦、用意、長遊を受け取りに行って持ち帰り、 この功績によって三省に昇進し、朝夕の艦長に任じられた。さらに1886年には、陳炎の艦長となった。1888年に正式に、北洋艦隊が成立すると、林康子祖は、左翼総兵の提督となった。1894年に、日清戦争が勃発すると、林康子祖は、陳炎の艦長として従軍した。 公開回戦では、鎮園と基幹庭園は、北洋艦隊の主力として、日本軍の連合艦隊の集中砲火を受け、多数の被弾によって火災も発生した。しかし鎮園は落ち着いて消火して、戦線を離脱することもなかったため、この戦行によって、林康祖は、各春女と萌えずる称号を与えられた。この戦いの後、 北洋艦隊はその方針を海戦当初の存在艦隊に切り替え、残った艦船を異海兵に集中して、軽々に出撃しなくなった。この年の冬、近海を巡回して、異海兵に寄港しようとした鎮煙が航行で座礁した。船体の亀裂は10メートルほどにわたり、応急修理によって、沈没の危険こそなくなったものの、以前のような高速航行はできなくなった。 本格修理を行おうにも、旅順のドックはすでに、日本軍の手に落ちており、北洋艦隊の戦力は大幅に減少した。林康子祖はこの責任を取って、服毒自殺した。ありがとうございます。